皆様大変お待たせいたしました。いえ、お待たせしすぎたのかもしれません。どうも全裸になれない監督池さんでございます。さあ、お待たせしましたということで、前々からお伝えしていましたこの湯沢のリゾマン生活、1ヶ月生活してみて、1ヶ月間かかった生活コストっていうのをついに皆さんに公開する時がやってまいりました。結構多くの方々が興味津々だったかと思いますので、今日は小学生2人いる4人家族が1ヶ月間湯沢町で生活した場合の生活コストっていうのを全部全裸監督になった気持ちで全てぶっちゃけてみたいと思いますので、一つ一つ紹介していきたいと思います。はい、最初に前回お話しした情報として、短期契約の場合はかかる家賃とかのねコストっていうのは全部一括で前払いをしているので、毎月のコストの中に家賃とかっていうのは含まれないということを前提に、実際にね生活でかかるコストの部分を、皆様に紹介してみたいと思います。最後に、この引っ越しですね、湯沢に暮らすためにかかった引っ越しのコストなんかもまとめて紹介しますので、最後までぜひ見てください。では行きましょう。まずね、生活コストを発表していきたいと思います。それぞれの項目でかかった費用をざーっと一気に紹介していきたいと思います。まず食費、これお酒代も含みます。いわゆる食費としてかかったコストいくらだと思いますか？デデン、7万円。家族4人でね、1ヶ月の、食費7万円。今回は正月を挟んでいるので少し割高だったかなというふうには感じていますが、まあ、このぐらいの食費がかかりました。次に生活雑費です。これはドラッグストアとかホームセンターとかでいろいろこう生活するにあたって必要な備品っていうんですかね、その辺を買った時にかかった費用です。生活雑費ですね、これが 14,809 円。まあそこそこかかってるかな。次に外食費です。これは僕たち夫婦が平日、取材もまあ兼ねて行った、ランチの外食費とか、それから週末家族でねスキーの後とかに食べている、外食費などを含みます。これが 24,248 円でした。細かい話は後ほど。次、レジャー費ですね。レジャー費っていうのは、スキーに行った時にかかった費用とか、それから私たちにしてみると日帰り温泉とかね、これまあ5050 円ってことなので、まあ、かなりリーズナブルに住んでるかなと思います。主に温泉、日帰り温泉の費用かなと思います。で、ここからがね実際の生活にかかるお金、暮らしにかかるお金ですね。水道代、こう基本料金っていうのは、先にも話しました初期費用の中で一括支払いをしてます。4ヶ月分で、毎月の水道料金っていうのは実は退去時に全額一括で最後にお支払いするということなんですね。これ敷金の中から差し引かれるということなので、毎月の実は水道代がちょっと見えてません。ただし前にも話した通り、ここ大浴場があって、僕ら、お風呂ね一回も自分の部屋のシャワー、お風呂って使ったことないんですね。お風呂毎日大浴場使っているので、かなり水道代っていうのは削減できるんじゃないかなと予想してます。これは一番最後ね、湯沢生活が終わった後に分かったところで皆様に公開したいと思います。で、電気代です。これちょっと特殊でですね、今回来た請求っていうのが12月12日から1月14日分ということで、実質、その中から、マックスこう生活した日数っていうのは15日間ですね。15日間の、電気代として今請求が来てます。これがですね5922円でした。電気代、まあ、強いて言うならばこたつとかかな、電気代食ったかな、それぐらいしかちょっと思い当たるところはないんですが、約5922円、約6000円ですねかかりました。はい、なので、まあ、実質15日間分の費用になるので、まあ、1ヶ月に換算すると約2倍ということで、おおよそ1万2000円ぐらいかかったんじゃないかと思います。さあ次ね、一番我々が気になっているガス代です。なぜかというと、我が家はガス給湯暖房機って言ってガスを使った暖房器具なんですね。なので、
この部屋でお仕事もしているので、まあ、ほぼ丸一日暖房ってつけっぱなしの状態になります。一体これがいくらになるのかというのがもう我々一番気になっているところです。いわゆる暖房費になるかと思いますけども、これがですね11月30日から1月9日までの期間分が今請求来ているので、実質、11日間まるっと使った費用で来ています。このガス代っていうのがこの11日間分で8792円でした。さてはてこれが安いのか高いのかっていうのがちょっと比較しにくいんですけども、まあ、月換算にすると約3倍と考えて約2万6000円ですね。2万6000円のガス代、これ高いか安いかっていう比較が簡単にはできないです。なぜならここは雪国なので当然暖房費っていうのが何かしらでかかります。電気なのかガスなのかそれとも灯油なのかというところで、まあ、いろんな選択肢がある中で我が家はガス暖房です。でこの2万6000円ぐらいということで、実際に雪国生活の中の暖房費として安いのか高いのかっていうのの指標がちょっとつきにくいんですけども、近所のリゾートマンションに住まわれてるご家庭、4人家族のご家庭、オール電化らしいんですよね。オール電化でほぼ24時間、暖房もつけっぱなしの状態で電気代が約4万弱っていうふうにお話を伺ったので、そう考えると我が家の電気代1万2000円とガス代2万6000円を足しても3万8000円ということは、まあ、同じぐらいのコストに収まってるんじゃないかなとは思っています。ただしこれも次回の請求でまるっとちゃんとした1ヶ月分の請求が来るので、ここで正確な数字が見えるんじゃないかなと思ってますので、次回また紹介できるんじゃないかと思っています。今回は8792円、約8800円ですね、11日間分でしたという報告です。そして、生活にかかるガソリン代というのが18849円かかりまして、1ヶ月にかかった生活コストトータルはこちらで148159円。シーンとなっちゃいましたけども、まあこれ実はですね、我が家の1ヶ月の、まあ、通常に千葉で暮らした頃の生活コストから考えると実はかなり抑えられてるかなっていうふうに感じてます。この1ヶ月間生活してみてコスト計算してみて分かったことですけども、まず家族全員で食事する機会が増えているので、まあ、食費が上がるっていうのは、しょうがないかなというか当たり前だなと思ってます。で首都圏生活時、千葉で生活してる時はランチをねほぼ毎日外食したんですね。その仕事を行ってる間ですよね。2人分のランチ代がかかっていたので、ここら辺も今自宅で、まあ、妻が毎日ランチを作ってくれたり、たまに外食してますけどもっていうのと、それから僕たちが、平日のお酒をね飲まなくしているっていうところもあるので、まあ総コストで見ると実はものすごいコストダウンしているというか節約できているなというふうに感じてます。それから家族全員で食事をする時間が圧倒的に多くなったので、まあ、日々の会話量が格段に上がってますね。子どもたちとほぼ毎日食卓を囲んでいるので、その日にあったこととか楽しかったこと、それから今週はこういうことがあるんだよみたいな学校生活の話とかっていうのもすごくよくできています。こういう時間が作れている上に食費としてはものすごいコストダウンしているので、これはめちゃめちゃメリットがあるなというふうに感じています。で次に生活雑費っていうのがちょっとかかったかなと思うんですけども、まあ新生活スタートの月なので足りないものってどうしても出てくるから、まあどうしてもそこは毎月暮らしている中のコストよりも少し多めにかかってしまうので、ここも致し仕方ないかなと思いつつ思ってはいるのですが、まあ、私たちの感覚からすると湯沢のホームセンターとか、まあ、スーパーも含みなんですけど全体的に割高かなっていう感じはしますね。その千葉にあるホームセンターとかに比べると、一つ一つの単価っていうのはちょっと割高かなっていう感じはします。
次、外食費ですね、ランチ代みたいなところがあったと思うんですけども、外食費っていうのはその単価自体は高いです。なぜならここ観光地なのでね、どうしても観光地価格になってるんじゃないかと思いますが、まああらゆるところでかかる外食費っていうのは、いわゆる千葉の街の中にある飲食店をに比べるとかなり割高かなと思います。まあとは言ってもそんなに高い頻度で外食してるわけではないので、ここは許容範囲内で収まってるかなって私たちは感じてます。でレジャー費、さっき温泉、日帰り温泉がメインかなみたいなところをお話ししたんですけども、レジャー費ってやっぱりお出かけして遊んでっていうのですごくコストかかる部分であるかと思うんですが、私たちは後ほど説明しますが、町民優待リフトパスっていうのをもらっていて、それを使ってスキー場に遊びに、まあほとんど毎週スキー場でスキーばっかりしてるんですよね。なのでレジャー費としてはもう格段に費用は抑えてます、収まってます。だからほとんどお金かかってないに等しいというふうに我々は感じていますね。だけどもほぼ毎週末、まあ平日も含めてですけども、スキー場に遊びに行けてる、その中でかかっているレジャー費はめちゃめちゃ安く収まってると思ってます。でさっきもお話ししたんですけども、電気代ガス代っていういわゆる光熱費に当たる部分、これはもうこの雪国湯沢で暮らしている以上、絶対にその千葉よりかコストアップするっていうのは覚悟していたというか想定していた中ではあるので、まあまあそういう意味ではどのぐらいかかるんだろうっていう基本コストが見えてはいないのですが、僕らが想定していた予算の中には収まっていると思っているので、特別割高に感じているところは今のところはないです。なのでまあ妥当かなというふうに感じています。それからで最後にガソリン代ですね。こっちで暮らしてみてまず感じることは、ほぼ毎日車を出します。ちょっとした買い物であったりとか、まあ、何らか用事で必ず1日1回は車に乗っているんですね。それからまあ、スキー場にもね、うちナイターをねすごく頻繁に滑りに行っているので、やっぱりそういう意味でも毎日車を出してどっかに移動はしているのですが、その中でもあらゆるスーパーとかコンビニとか、郵便局、銀行とかっていうのが全部生活圏の5キロ以内に揃っているので、やっぱり移動距離はね全然大したことないので、思った以上にガソリン代っていうのはかかってないっていうのが僕らの見解というか印象ですね。なんで、今のところこの生活コスト全部トータルして148,159円っていうふうに発表したんですが、これは、当初の想定よりかは、かなり安く、そうだな、金額面でいうと5万円ぐらい安く実は収まっているっていうのが僕たちの感覚なので、生活コストに関してはそんなに割高感はないなというのが僕たちの1ヶ月目の感想です。なので2拠点生活はそんなに今現状ではハードルの高いライフスタイルではないなというのが今1ヶ月目過ごした僕らの感想です。次に皆さんに紹介したいと思います。1ヶ月の生活コストだけで住んでいるかっていうとそんなわけなくて、この最初の1ヶ月間っていうのは実は引っ越し作業っていうのがあるんですね。で私たちはここに引っ越してくるために2回往復して1回最後にこう移住するために移動してきているので、まあ、計約3回ね引っ越しのための費用っていうのがかかっています。ここをちょっとご紹介しますね。まず、引っ越し準備品みたいにしてるんですけども、ユーザーに来て足りなかったもの、100円ショップとかホームセンターで買い出しました。さっきの雑費とは違って、なんかやれ棚が欲しいとかさ、それからキッチン周り、水切り用のこういうのが必要とか、いわゆる生活をするにあたって必要だった備品等々ですねを買い出します。必ず必要になってくると思うんですけど、この辺がですね結構かかったんです。17,820円、今算出して俺たちがって言ってます。結構買ったな。で次にね、フリースタイルジュニアっていう、地元の NPO 法人ユースポっていうところが主催してくれているフリースタイルスキースノーボードのレッスンに僕たちは入会しました。
これがねちょっとお金かかってるんですけど、これも紹介します。24,800 円かかりました。そして、湯沢町民優待リフトっていうのが、購入することができました。これが、大人2名、それから小学生2名含みで全部でたったの6万円。これもどのぐらい安いかっていうのを後で紹介します。それから小学校費用ね、これね給食費とそれから教材費2人分1ヶ月ですね、13,901円です。次、引っ越しにかかった高速代ですよ。契約時とそれから引っ越し作業があったのと、実際に引っ越した日っていうのはまあ計3回ですけども、これにかかった高速代がね 27,600円、ズンって感じで、それに伴う引っ越しのガソリン代ですね、僕の住んでる千葉の某市から湯沢町まで3回、14,843円かかりました。というわけで合計金額が158,964円、約まあ16万円かかっています。ちょっとねリフト代とかそれからジュニアレッスンっていうのが含まれているので、そこを差し引くと、まあ、7万円ぐらいかな。引っ越しだけでかかる費用っていうのが約7万円ぐらいかかっているので、ちょっとこれはかかりすぎてるかなっていうのが僕たちの感想ですね。じゃあその費用の内訳みたいなところをちょっとお話ししようかなと思うんですけども、まあ、新拠点で必要な細かな生活備品が意外と多かったなっていう気がしてて、じゃあこれ持ってくるべきかっていうと、いやそうでもないなと、わざわざ持ってくるものでもないかなと思っているので、まあ、ここも必要経費かなと思いました。それから3回の引っ越しの高速代とガソリン代、これが全部で 42,443円ですね。引っ越しだけにかかっている費用です。約 43,000円ですね。我が家は、ハイエースのワイドミッドルーフっていうちょっと大きいサイズのハイエースに乗っているので、積載量がね結構半端ないです。すごい量で乗せられたので、それでいて3往復分必要だったと考えると、もうちょっとちっちゃいミニバンとかに乗られている家庭だと積載量がもう少し少ないので、もしかしたらもう数回往復する必要が出てしまうかもしれません。なので場合によっては単身引っ越しパックみたいなのも利用するべきなのではないかなというふうに思います。だいたい安いやつだと2万円台ぐらいからあるらしいので、そこで運べる量の方が圧倒的に多ければ、一発それで荷物を送ってしまって、で残りのものを車で運んでくるみたいな風にした方が、例えばその引っ越し作業が1回で済むんであれば、かなり大幅なコストダウンになるんじゃないかなって思っています。我が家は4人家族の備品を全部車で運んでます。それがまあ3回必要だったと考えると、やっぱりこう結構運んでくるものっていうのはあるかなと思うので、この辺、宅急便とかその単身引っ越しパックみたいなものをうまく組み合わせた方が、そもそもの労力ね、ここまで来なくちゃいけないっていう時間や労力とかを含めても、そっちの方が僕はね圧倒的にコストパフォーマンスもいいし、手間もぐっと軽減できるんじゃないかなと思いました。なので次回来年同じことをしようとするときは、僕たちもねそれを活用しようと思います。それから退去時ね、また千葉に戻るときもよく考えて、もしかしたらその引っ越し単身パックみたいなライトプランを利用した方が安く済むかもしれないので、ちょっとねこの先検討してみようかなと思ってます。で、フリースタイルジュニアっていうのをさっき紹介しましたけども、これのね、単純にこのスキーレッスンの受講費っていうのは小学生1名1万円なんですね。1万円で1月から3月末まで全12回のレッスンが受けられるんです。なのでここ湯沢でスキーとかスノーボードっていうことをすることをメインにこの地に移住されるのであれば、ぜひね子供たちはこのフリースタイルスキースノーボードのジュニアチームにね入れさせてあげるのは超お得だと思います。12回のレッスンでわずか1万円、入会金とかね保険代を含めても24,800円でした。これで、うちの子供たちそうですけども、毎週土曜日地元のねすごいスキーのうまいキッズたちと一緒に切磋琢磨してどん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 レベルアップしてます。超おすすめです。それから
町民優待パスに関してちょっと紹介しますね。本来であれば湯沢町に住所を移されてから1年以上この湯沢町で住まわれたっていう実績がないとこの町民優待パスっていうのを購入することはできません。この町民優待パスの大きなメリットは湯沢町にあるなんと13個のスキー場、13個もスキー場あるんですよ湯沢町って。その13個のスキー場を全て利用できるというウルトラスーパーマジックパスっていうふうに僕は呼んでるんですけども、もう夢のようなパスですね。これは住民票を移して1年以上住まわないと購入することができないマジックパスなんですけども、ここで小学生中学生がいるご家庭には朗報です。この地元湯沢町にあります湯沢学園に通っている小学生中学生それとその保護者はそのさっき言った条件にはかかわらずパスを購入することができます。なので私たちも期間限定の移住ではあるんですけども、湯沢学園に子どもたちが通っているので購入することができました。これの費用が、家族4人で6万円です。6万円で1シーズン13のスキー場を滑りたい放題、ナイターもね含めて。私たちそれを知らなかった頃は家の目の前にある岩っぱらスキー場ね、ここの、シーズンパスを買おうと思っていました。ここに見込んでいたリフト代が16万円です。それがたったの6万円で抑えられた上に13のスキー場を滑りたい放題だ、こりゃこんな夢のようなマジックパスを受けられるのは湯沢学園に子どもたちが通っているおかげでもあります。なので、これをねぜひね知っていってくれると、こう湯沢町に移住する時の大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思います。よく覚えておいてください。それから小学校の費用として給食代とドリルなどの教材費っていうのがありましたね。給食費だけだと1人4000円弱です。なので2人で8000円弱ですね。でこれは別にどこの地域に通っていてもかかる費用なので当たり前だと思っています。ただここは南魚沼産のコシヒカリを給食にも使っているのでご飯がめちゃくちゃ美味しいそうで、子どもたちがもう最初に言ったのが給食が美味しくてたまらないっていうことでした。なのでこんな美味しい給食を毎日食べさせてもらえて、教材費など込みで1万3000円ちょっとで、最初にかかったのがドリル代なので、多分2ヶ月目からはかかんないのかな。給食費だけになるんじゃないかなと思います。大した費用じゃないですね。以上、これのまあ合計金額が約16万円だったっていうところなんですけども、まあ、ここで検討すべき費用はその引っ越しにかかる費用です。これが僕の中ではちょっとコスト的にもかかっているのと、それから実は時間と労力ですね、ものすごい時間と労力をかけてしまったなっていうのが一つ反省点にあるので、この辺をもう少しライトにできる仕組み、前回話したみたいに家具家電付きの部屋を選ぶとかすることで、ここをぐっと軽減させるとさらに2拠点で生活をするっていうのがもっと手軽になるんじゃないかなっていうふうに思いました。こんなところかな。今1ヶ月暮らしてみまして、かかったコストを全裸監督紹介しちゃいましたけども、1ヶ月の生活コストはに関しては私たちの感覚としてはかなりリーズナブルに抑えられているなというふうに思っています。それぞれのご家庭によってそこの基準は違うと思うので、一つの目安としていただければと思います。また、もっと抑えることっていうのもできるんじゃないかなとは思ってるんですけども、僕たちはそんなね安く生活しようというのが目的ではないので、ある程度この辺は柔軟にやりたいなと思っているので、そんな切り詰めてるわけではないということも念頭に置いておいてください。なのでもうちょっと贅沢をしてもいいのかななんて思ってますが、まあかかるコストはなるべくね抑えられた方がラッキーなので、この辺の生活パターンというか生活レベルっていうのは、残りの2ヶ月1ヶ月半ぐらいも、まあ、同じような生活をしていく中で絶対的にこの3ヶ月間の生活総コストっていうのも一番最後に発表できればいいなっていうふうに思っていますので、こういう2拠点生活を検討されている方はぜひ、3ヶ月間のこのコスト発表動画っていうのもお楽しみにしていてくれればと思います。というわけで今回は約1ヶ月間生活してみた生活コストねをすべて全裸監督全部見せてみましたけども、いかがだったでしょうか。
このぐらいの費用で二拠点生活ができるのであれば、僕たちの人生こんなに豊かな暮らし方ができるんだなっていうことを知って、ますますこう今意欲が湧いているところでございます。なので残りの湯沢生活もまあこんな感じで毎日を楽しみながら生活していって、そしてこの生活が終わった時に子どもたち、それから僕たち自身ね、こうどういう変化が生まれたりとかメリットが生まれたりとかするのかなっていうところを楽しみに、この湯沢生活もう少し続けていこうと思います。池さんのおしゃべり動画、今回は生活コスト全部見せちゃいますよ編でした。またこの次の動画も楽しみにしていてください。これからの千年パーマの動画も毎日チェックしてくださいね。よろしく、バイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。せーの、アデュー。